ポーランドとウクライナのカルパティア地方の木造協会群はユネスコの世界遺産リスト登録物件の一つであり、その名称が示すように、ポーランドのマオポルスカ県、ポトカルパチェ県とウクライナのリビウ州、リバーノフランキーウシク州、ザカルパッチャ州に点在する木造の勢力場16棟が対象となっている。2013年の第37回世界遺産委員会で登録された。 世界遺産登録一致木造協会は、ポーランドやウクライナ以外にも多く存在し、その代表的なものは、世界遺産リストへの登録が進められてきた。中央ヨーロッパに限っても、マラムレシュの木造製動群、マオポルスカ南部の木造製動群、カルパティア山ヤク地域のスロバキア側の木造協会群などを挙げることができる。しかし、それらの登録に際し、世界遺産委員会は、 具体的な勧告を行い、建築時期や文化的伝統を踏まえて、さらに異なる類型の代表的木造協会を登録していくことが望ましい旨を表明していた。ポーランドとウクライナにまたがる4つないし5つの地域的類型を代表する木造協会軍は2010年1月28日にウクライナ部分が翌日にポーランド部分が 相次いで世界遺産の暫定リストに記載された。これらは2012年1月30日に正式推薦され、翌年には世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議による勧告が出された。勧告の内容は登録が妥当とするものであり、その勧告に基づいて第37回世界遺産委員会での登録が決まった。 ポーランドもウクライナも共に国境を越える世界自然遺産を保有していたが、国境を越える世界文化遺産の登録は初めてとなった。世界遺産としての正式登録名は、ウッドン・ザークバス・オブ・ザ・カルパテア・アレギオニン、ポーランド・ウクライナ、ザークバス・ EN ・ボーイズ・デラ・ラジアン・デ・カーペイツ・ EN、パロニア・ e、EN ・ウクライナである。その日本語訳は資料によって、 以下のように若干の表記の揺れがある。世界遺産登録範囲には前期、ハール1型が約100棟、後期、ハール1型が250棟以上、ボイコ型が約70棟、フツル型が約150棟、レムコ型が約70棟と、かなりの数の木造境界が残っている。その五類型のそれぞれを代表する、以下の16棟が登録対象である。それらはいずれも、 東方正教会もしくは東方カトリック教会によって建てられたものだが、現在は異なる宗派に利用されているものや、こういう財産として博物館に転用されている例もある。チャータニエックの内装トゥアトサンスックの内装。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。